皆さんこんにちは2021年賃貸管理士取説解説講義第8回講義を始めたいと思います担当はレクセン人工所の友つげですどうぞよろしくお願いしますさあ、えー、それではですねこの取説解説講義も最終回となりましたということで、えー、今回はですねはい え建築設備系の第6章電気・ガス設備の中のまあ電気設備の方だけね、えー、扱っていきたいと思います。えー、テキストで言うととページのところでございいますねはいまあ、この電気設備のところなんですけれども結構その理解しにくいという方が多いので、まあ、ちょっとね、えー、ここで扱っていきたいなというふうに思います。はい さあそれではテキスト303ページです、えー。それでは見ていきたいと思います。まず電気設備なんですけれども、まあねあのまず一番最初にやるべきことは何かって言ったら、えー、ね電線があるじゃないですか。でその電線からね、えー、自分たちの建物にこの電気を引き込んでこないといけないんですよね。えー、まずそこのお話が一番のお話になります。はい、えー、自分の建物に電気を引き込んでくる。はい、えー、これなんですけれどもさあこれですね3つの種類があります。 はいこちらです低圧高圧特別高圧というですね、まあ、この3つがあります。でこの3つがあるんですけれども低圧というのは 50kW 未満であってまあそれよりも結構大きいものになると高圧とか特別高圧とかっていうふうになっていくわけなんですけれども。 はい、まあ,あのマンションとかだったらもうほとんど低圧引き込みか、まあ、あとは高圧引き込みがちょっと大きいマンションだったらあるかなぐらいで、えーまあ、特別高圧はねもうデパート病院大学とかもそのレベルになりますね。はい、ですのでまあ大体あの特別高圧は、まあ、そういう意味では、えー、ちょっと大規模な施設オンリーなので、まあ、あまりこう賃貸不動産経営管理士に絡むものかどうかっていうのはまあ謎ですけれどもね、えーまあ、そんな感じでですね、えー、低圧高圧特別高圧というふうにある んですけれどもあの低圧の場合は電気質というものがいらないのに対して高圧特別高圧は電気質が必要になります。 まあ、あのもちろんですねちょっと例外もあってですね低圧でもですね、えー、ちょっとあのー、50kW 以上のものもあってその際には電気質も必要になるものがあるんですけど、まあ、ちょっと一応原則論で、えー、触れていきますと低圧は電気質がいらない高圧と特別高圧は電気質が必要ということになってくるんですね。でこれれは一体何ななんんでですすかって話なんですけれどもあのー イメージとしていくならば、例えばあのメールかなんかで、あのファイルを送信する場合をちょっと考えてみてください。普通に例えばメールでね pdf かなんかのファイルをこうね。相手に送ります。みたいな感じになった時には普通に pdf ファイルを送ればいいじゃないですか。ただ、pdf がめちゃくちゃこう。大きいサイズだったらばうします。そうですよね。まず圧縮しますよね。で、圧縮してその圧縮ファイルを。 ね、えー、相手方に送るじゃないですかで圧縮ファイルを相手方に送ると受け取った相手はまず何をしますかそうです回答しないといけませんよねはいそのイメージなんですよつまり何かって言ったら低圧っていううののはそのまま普通に PDF を送るようなイメージですだから別に普通に開けばいいんです、えー、でも高圧や特別高圧ってその電気を圧縮ファイルにしてると思ってください電気の圧縮ファイルですそれを バッと送っていますのでそうまず回答する必要があるんですねで、その回答にあたるもの回答をする場所が電気室だという風に押さえておいていただければいいと思いますはいまああくまでイメージですよイメージとしてそういう風に捉えておくとまああのイメージはつきやすいと思いますなのでそう圧縮しているものに関しては圧縮しているものに関してははい 回答ししましょううねっていうところで電気室が必要でも別に普通にファイルを送るためには別に回答する必要なんかいらないよねっていうね、えー、そのイメージだと思っておいてください。でですね、えー、304ページのところにまあそのね、えー、供給施設の方式っていうふうにあるんですけどまあこれはねさらっと見ておけばそれでいいんじゃないかなというふうに思います。ははいそれでですね今度は 住居、えー、内のお電気設備というところになります今度は、えーね、引き込んだあと、ねえー、住居の中の電気設備になります。 でこれなんですけどもまあ、えー、各重機に供給される電力には2つの方式がありって書いてありますけど、まあ、大きく分けると2つあるんだって別に炭素三線式と炭素二線式しかないわけじゃないんですけどほかにもいくつか種類はあるんですけど、まあ、あの有名どころとしては2つありますと。炭、え、素、ー、三0式それから炭素二線式というものがありますと。 炭素三線式って何ですかって言ったらばここにですねえ3本の線が入っていてでここ真ん中の中性線というものとえ上と下に電圧線というものがありますとでこれは何かというとですねあのイメージとしてこう思っておいてください中性線には、えー、電気が流れてない0の電気しか流れてない、まあ、つまり電気が流れてないと思ってくださいで、えー、電圧線には100のパワーが流れてると思ってください で、そうするとねえー。2つ、えー、ねえー。掴むんですよ。だってコンセントってこうね。2つあるじゃないですかえー。2つあるんですね。で、その2つあるところで、例えばこれ見てください。はい、0と100を掴んだらどうなりますか？つっ,ったらこっちからは0のパワーしか来ないですけど、こっちから100のパワーが来ますからね、えー、この中には100のパワーがね電化製品の中には100のパワーが流れるよってことになります。はい、で、えー、それに対して。 100と100をすかとを掴んだらここから100ここから100で合計200のパワーが入ってくるじゃないですか。なので炭素三線式はここの0と100を掴むとね0と100を掴むと1 0 0トになるし100と100を掴むと2 0 0トというふうになってくるわけなんですよ。だから2 0 0トが使えるよってのが炭素三線式。でも炭素二線式に関してはこれははいえー、さあ復習ですよいきますよ。 中性線というのは中性線と言いますのははい中性線というのはゼロのパワーですよね。はいつまり、えー、ゼロ 流れてないという扱いで、そして電圧線は100のパワーですから、えまあ、2つを掴むんですよね。2つを掴むんですよね。すいません。どう考えても0と100のねこれしか掴めないじゃないですか。ということはどう考えても100しか入ってこないってことになりますよね。そう、つまり単相2000式の場合は100ボルトしか使うことができないということになるんです。だって100と0を掴むしかないんですから。それに対して単相3線式というものに関してはこれは？ はい、100と100をつかむという選択肢がある以上これは200ボルトも使えますよということになっていきますまずここのイメージ大丈夫でしょうか。はいで、えー、305ページ3番小エネルギー対策のところは、まあ、ちょっと見ていただければいいとして次のところに行きたいと思います。はいブレーカーカですねさあ、えー、このブレーカーというものなんですけれども見ていきたいと思います。 えまずですね重固内のブレーカーが落ちる原因まあブレーカーってこうね、えー、各家庭とかにあるじゃないですか、まあ、こういうやつですこういうやつねえー、でよくなんか電気がガチャンと止まってあブレーカーが落ちたみたいな感じの言い方しますよねこのブレーカーですよねこの重固内のブレーカーが落ちる原因というものはまあいくつかあってまああのー、どこのブレーカーが落ちたかによってもやっぱり違ってくるんですね。で、えー、大きく分けてですねこのブレーカー3種類のものがあると思ってください。こっち 一番こちらからかアアンペアブレーカーで真ん中にありそうなのがローデンブレーカーでそれから、えー、右側にあるのが、えー、安全ブレーカーみたいな感じで、ねえー、まあこう3つのパーツに分かれてるっていうものがあるんですよ。まあものによっては2つのパーツに分かれてるってものもあるんですけどね、えー、まあ大体、えー、3つに分かれてるものがまあ主流でしょうということでまあちょっとこれで見ていきたいんですけれどもまずですねここのアンペアブレーカーって何ですかっていう話です。アアンペアブレーカーというのは 契約以上の電気が流れた場合に自動的に遮断されますと。はいえーまあ、このブレーカーには契約アンペアが示されていますというところでたいねここにね、えー、何アンペアみたいな感じで書いてあるんですよね。だからよくあの電化製品を一度に大量に使うとガチャンってこうブレーカーが落ちるじゃないですか。えー、それはアンペアブレーカーが落ちてるっていうことなんですよ。電気使いすぎですよっていうふうにね、えー。これは何かっていうと、まあ、ある意味赤書みたいなもので、えー、こう。 なんていうんですかね こう家の中に電気行こうとしたらば、えー、契約以上の電気が流れるのを防ぐんですね。えー、でこうやって電気くんがこうやって入ってこうみたいな感じにするとですね「ねあちょっと君君君」と、ねえー「契約は30までだからちょっと君入っちゃダメだよ」みたいな感じになるわけですよね「いやでも電気を使っているんですよこっちでなんか電気を必要としてるんですようんダメダメダメ」うんね、あの電力会社との決まりでね「ねこの家は、ね、30アンペアまでしか、ねえー、使っていけないことになるんだから君入っちゃダメだよ」えー、でも」で うん、じゃあ電気止めればいいんでしょうかちゃんっていうそういうお話になってくるんですね、えー、契約以上の電気が流れた場合に止めるそうだから一度に電化製品をいっぱい使うとブレーカーが落ちるっていうのはそういう意味なんですよ。でこれはね、えー、じゃあ電力会社がそう電力会社がその家に契約以上の電気を流したくないこれが、えー、このアンペアブレーカーの設置理由ですよね。ということになりますのでそう。 電力会社の所有物になりますそれはだって電力会社側の都合じゃないですかある意味では、えー、ということなんでじゃあどっちの所有物ですかって言ったらば、えー、電力会社にメリットがあるものになりますのでやっぱり電力会社の所有物と言って考えていきましょうということになりますはいで、えー、次です漏電ブレーカーまあ、漏電遮断器と言ったりもしますけれどもこれは何かというと電気の配線や電気製品が傷んでいた故障したでそうすると電気が漏れる それを察知して、ね、電気がだって漏れた状態で、ねえー、ずっとこう流し続けるとやっぱり、ね、感電したりとか火災になったり大変ですよね。だからそれを防ぐために、えー、あ電気が漏れてる パンと落とさなきゃっていって、えー、こうバンとブレーカーが落ちていくっていうそういう発想になっていきます。ということはこれは、ねえー、電気が漏れてそれで感電したりとか火災,したり火災になったりとかそれを防ぐものってことになりますよね。ということはまあやっぱり、ねえー、住民のメリットになってますよねこれって。 そう住民のメリットっていう風に考えていくとやっぱりどっちの所有物ですかって言ったらやっぱり消費者の所有物という風に考えていきましょうってことになりますちなみにあのこのローデンブレーカー別名なんですけども、えー、アースリークブレーカーという風に言ったりもします。あのアーーーーースリークブブレレカカって何ですか、うん、ローデンブレーカーのことですと、えー、いうイメージを持っておいてください。 はいそれから安全ブレーカーカですねこれは何かというと、まあ、各部屋に電気を送るその分岐配線に取り付けられて何かって言ったら電気器具やコードの故障によって、まあ、あの必要以上の電流が流れてしまうとでそうしたらどうなるんですかって言ったらばその電気器具が壊れちゃいますよねそうなったらやっぱり、うん、大変じゃないですかえ、ね、機械が壊れる、ね、必要以上にパーッと電力が流れてしまうと。 ね、電気が壊れてしまうあ、ね、機械が壊れてしまうとそれを防ぐために、はいえー、あるブレーカーがこの安全ブレーカーというものになります。そうということはこれって何かって言ったらばそのつ、ね、な、えー、いである電気製品を守ってくれるものですよねある意味では、えー。ということになりますのでそれはどちらにメリットがありますかって言ったらばそれは消費者にメリットがありますよねだからまあ消費者の所有物として考えていくのがいいんじゃないんですかっていうですね、まあ、そういうお話になっていきます。 ここれが安全ブレーカーカのところですなので、まあ、こういうところもね例えばアンペアブレーカーは電力会社の所有物でローブレーカーと安全ブレーカーはえー消費者の所有物ですっていうふうに、まあ、ただ覚えるっていうよりも、まあ、なんでえそっちの所有物にしてるのかだってそっちの側にメリットがあるじゃんっていうふうに考えていくと、まあ、理解はしやすくなっていきますよねっていう、まあ、そういうお話でございます。 はいえー、ですのでまあちょっとね設備っていうものって学習しづらいと思うんですよねそういう意味では。 まあ、あまりね馴染みがありそうで馴染みがないじゃないですかえ、うん、なんて言うんですかそう家に住んでればその設備は存在するわけじゃないですかだってブレーカーカって普通にに各家庭にありますよね例えば排水設備だってだって排水管なんて各設備、ねえー、家にあるわけじゃないですか。ってすると、まあ、ある意味身近なんですよでもある意味身近なんですけどもそれがどういう機械なのかとかどういう装置なのかってあまり考えたことがないってなってくるわけじゃないですか普通は。 えー、というふうになってくるとねまあんか独特の立ち位置に置かれてるそういうものになりますのでまあねあのでも逆に言えばあの最初に馴染みにくいだけで一、まあ、回ねあこういうものかってなったらだって実物はもう各家庭にあるわけですからこんなに馴染みのあるものはないですよねそういう意味ではね、えー。ということになりますので、まあ、ぜひねこの、えー、建築設備の勉強というものもですね、まあ、あの嫌がらの嫌がら ずにやっていただけるといいかなというふうに思います。はい。というわけでですね、えー、賃貸管理士取説の解説講義全、えー、8回にわたって、えー、お届けしてまいりました。はい。えー、いかがでしたでしょうかね。えー、まあ、こちらのですね、はい。 まあねえー、2021年度「一から身につく賃貸不動産経営管理士合格のトね、えツ、ー」テキスト一問一答、まあ、こちらの方を、えー、使用してですね、えー、解説講義短い時間ではありましたが、えー、お送りしてまいりました、はいねまあ、今回ね、あのー、本当に短い時間ではありましたけれども、えーまあ、一応こうやって勉強すればいいのかなっていう指針みたいなものは、えー、立てられたというふうに思います。はいまあねあのー、このテキストを使ってていいただいて まあ、また別個ねいろいろねレックには、ね、模擬試験があったり講座があったりしますので、まあ、是非ね、まあ、そういったものもご利用いただいて今年必ず賃貸不動産経営管理士合格できるように頑張ってやっていってくださいそれではですね以上で解説講義の方は終了させていただきますそれでは皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました頑張ってください